はい、みなさんこんにちは、せんちゃんです。いつもせんちゃん動画見てくれてありがとうございます。今日は金曜日11日ですね。今日は私も朝から野菜の収穫ですね。いつも、ね、アシアン野菜、あそこラオスの野菜みたいですね。今日は朝から朝早く7時の収穫して、そしたらお姉ちゃんのまた今日たくさん持ってきた。今日もただ今日はお姉さんはね、ラオスの料理もち米の作ってまた一緒に食べて、昨日はとっても美味しかった。とっても一日の楽しかったです。今日もまた、もち込みて、パパや料理と野菜炒めで作って、一緒に食べて、そしたら私、まあ、ご飯食べたらもう帰るですね。今日はね、こんな感じ、おもち米です。これはね、今日はお姉さんは作ったらね、私はちょっと、子供たちも持ってきました。今日も、子供もすごい食べたいだって。昨日私はね、動画撮ったらね、子供は食べたい、食べたいって。今日は私も子供たちは持ってきました。お土産に。今日は子供たちももち米食べました。はい、また私は家帰ったら今だいたい3時ですね。私の畑、人参の畑、待って2、3枚で皆さんに見せた。まあ、ここはちょっといい感じですね。どんなフライかな。私はね、取って100円に、出してみたい。私はね、正解の人参は1袋で、じいちゃんに巻き上げてしたら、ちょっと家の近くに種巻きたらね、台風をやったらじいちゃんは新しいの、のたりして、また新しい巻く。今年私は正解の人参はないです。ジュースだけ。あ、まあ大丈夫かもね。私100円ぐらいで、これ、100円に出すは、まあ、ジュース、人参でもいいけど、結構、ちょっと長いですね。細い長いですね。今私、取った。ちょっと、まだね、大きくないですね。まあ、ちょっと、今から、大きいですね。今から。今は11月ですね。2月から収穫。まあ、こんな感じ。今から、どんなかな、別の畑、皆さんに見せたいです。です。ちょっと長いですね。長い。まだちっちゃい。今から別の畑行ってみるか。よいしょ。はい。もう1枚しました。ここも畑はね、ごぼう、あとですね、だいたい4単か3単ぐらいでですね、ここ畑もとってもいい感じですね。ここ人参は。こんな感じ。今どんなフライでね、これはジュース人参ですね。正解じゃないですね。ちょっと長い人参みたいですね。今いい感じかもしれんな。こんな感じ。私一本引いてみようかな。なんか枕はね、ちょっと硬くて取れないですね。ここはちょっと大きいかもね。あ、こんな感じ。こんな感じですね。大根葉っぱ。これで。いい感じ。一本引いてみようか。これ引いてみようか。よいしょ。ちょっとこんな感じ。まあ、100円出してはいいけどね。ジュースしたら重さはまだできないですね。わー、楽しみ。2月の。人参収穫。もう一本引いてみようか。よいしょ。これはいい。ちょっと硬いね。まあ台風の水溜まってるからね。台風したら雨降ってないから、自然硬い。よいしょ。3本。これはまだちっちゃいな。反対は。これは
大きいかもね。あっしゃ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 、あー細い長い、あっしゃ、もうちょっともうちょっと取っていくか、あっしゃ、あ取れない、あっしゃ、これはまだ長い。別の畑、あ、昨日私種まきのところ見てみます。まあ結構いいですね。よいしょ、はい、今日は3枚ですね。ここは3枚、ここはね、ちょっとハゲもあるですね。ホゲホゲですね、こんな感じ。ハゲで台風はね、台風やりた。反対の方も、あそこもですね、本当はじいちゃんはちょっと農たり種まきたら、ちょっと2回目したら草は多いですね。人参は結構、まあ、出てるけどね、植えたらね、種植えたらね、全然雨降ってない。ちょっと畑はね、あんま、ほかほかですね。反対の方も、こんな感じですね。反対の方もね、こんな感じ。あんまちょっとめでてないみたいですね。昨日じいちゃんは、この前のじいちゃんの様子を採したお父さんは、こんな感じ。これも台風ちょっとやりたら、じいちゃんはね、のたりして、また新しい種まきですね。こんな感じ。ちょっとちっちゃいね。置いてた方がよかったかもしれない。あっちの方はね、反対の昨日私の種まきですね。いろいろ株まきました。今太陽も5時待ってるですね。今から私はね、人参収穫ちょっとですね、今日は。今から買える野菜の収穫です。成長しました。株の成長早いですね。子供たちも頑張ってます。はい、まあ、お兄ちゃんも頑張ってます。はい。はい、妹さんも頑張ってますよ。あら、すごいね。わ、大きい。あ、ちょっとちっちゃいお兄ちゃん。おー、大きい。持ってて、早い。どんどん持って、おいで。大きいのあるかな？大きいの引いて。力もいらないね。やりやすいね。で、こっち、あばい。あ、これいいよ。おお、大きい。いいよ。大きいの葉っぱ、大きいところを取って。葉っぱ大きいところ。うん、葉っぱ大きい。これ、収ちっちゃいね、エリちゃん。だったよ、うん、もう真っ暗だったよ、エリちゃん。真っ暗ではない。
見て、新玄菜だよ、これは。これはね、新玄菜よ、綺麗だよ。ほら。新玄菜。いっぱいよ。こっちも多いよ。まだ。見て、このの大きかったよ。はい、だいたいまあ時間ですね。皆さんこんばんは。今日はお金曜日、お仕事お疲れ様です。今日は私はね、野菜の収穫、昨日は野菜の種まきですね。今日はちょっと予想さえ降ってます。腐らないよ、腐れないように種殺すですね。草のトレックス。あとは私は野菜の100円の収穫、今日は結構多いですね。旦那さんも手伝いして、今日はね、あたら今日も大根も収穫、高菜は水箱ですね。水、あそこは新玄菜、あそこはほうれん草、そしたら、ここもちょっと新玄菜、人参もあるね。これ私、人参4個、100円ですね。ちょっと、あ、今度はナスビ。今、ナスビもあるですね。こんな3個で100円。今日は、こんな感じ。もういっぱいですよ。軽トラック1台もちょっと足りないですね。今度はこっちはカブですね。カブは3個。これは私、どっさり市場持ってきます。これは。こっちの方はもうこれもカーブですね。これもカーブ。はい。今日は一日、野菜の収穫。お姉さんところまで一緒にご飯、ほんと最近私は楽しいで、一日でした。はい。皆さん、いつもセンキャン動画最高まで見てくれてありがとうございます。今日は明日土曜日で、明日は高菜植えるかな。はい、バイバイ、ありがとう。